オズボーングループは、スペインの非公開会社。シェリーを含む、ワイン、蒸留酒、イベリコ豚関連製品、ミネラルウォーターなどを製造し、レストランを経営している。1772年、イギリス南部のデボンシャー出身のトマス・オズボーンマンによって、スペイン・アンダルシア地方カディス県、エルプエルト・デ・サンタ・マリアに、シェリーの醸造会社として、オズボーン社が設立された。 BIZAIM.com の調査によると、スペインで2番目に、歴史の古い企業であり、世界で94番目に、歴史の古い企業である。トマス・オズボーンは、老いのウィリアム・ゴードンやカディス・チューザイギリス大使のジェームズ・ダフラと共に、イギリス市場に向けて、シェリーの貿易を開始した。1845年には、英国王室から、1856年には、 ベルギー王室から1864年にはロシア王室から注文を受けるようになり、1869年にはトマス・オズボーンがローマ教皇のピウス旧世より白尺の位を賜った。日本が1854年に日米和親条約を締結して1859年に横浜港を開港すると、1861年に創刊された。 ジャパンヘラルド新聞の千八百六十四年の記事には、オズボーン社の海外向けブランド、ラフ、ゴードンのシェリーの広告があることから、バンブーカクテルに使われたのは、同社のフィノシェリーと信じられている。その後、二代目伯爵のトマス・オズボーンゲ・サーラは、第一次世界大戦中から、ブランデーの販売で成功し、 三代目白爵のイグナシオ・オズボーン・バスケスはスペイン国内外で成功した。1956年以降にはオズボーンのウシと呼ばれるウシの黒いシルエットを模した大型看板を道路脇に設置する広告宣伝活動を行った。この看板は広告という枠を超え、1960年代と1970年代のスペインの象徴となった。 1996年には、トマス・オズボーン・アメロシビコが社長に就任した。オズボーングループは、数々のブランドを所有しており、フィーノ・キンタ、マグノ、103、トロ、コンデデ・オズボーン、ハモニス・ゴジェイ、モンテシーリョ、オズボーン・マルピカ、アニス・デルモの、ソラン・デカ・ブラスなどがある。オズボーン社は本社を置く、アンダルシア州カディス県、エルプエルト・デ・サンタ・マリアで、 シェリーやブランデーを製造している。ヘレスイコールシェレスイコールシェリーの名称で、流認定されており、さらに、ヘレスのブランデーの名で特別原産地故障制度に認定されている。テンプラタントゥルムは、オズボーン社がエルプエルトでサンタマリアで生産しているブドウから作られるワインのブランドである。オズボーン社のシェリー、ブランデー、その他の製品には、オズボーンのお牛のロゴが用いられる。 テンプラタントゥルムは、マドリードから60キロメートル南西にある、トレド県、マルピカデタホのワイナリーで製造され、マルピカデタホは、ティエーラデカスティーラに含まれる。このワイナリーの責任醸造業者は、ロシオオズボーンである。テンプラタントゥルムには、スペイン固有種であるテンプラニーリョ種がブレンドされる。このワイナリーは2500エーカーのドウ畑を持ち、テンプラニーリョ種。 カベルネソービニオン種、チラーシュ、メルロー種、プティベルト種などが栽培されている。ありがとうございます。